はい、こんにちは、笠原です。今回はアルカリ金属の化合物の方を扱っていきたいと思います。まず最初は一番一般的な化合物ですけど、塩化ナトリウム NaCl ですね。あまり多く説明することはないんですけれども、これまあお塩なので無色の結晶だったり白色の粉末だったりします。結晶状態だとちょっと写真の方を載せておきます。これはまあ水によく溶け中性で、でですね、特徴としてちょっと温度による溶解度の差があんまり大きくないので、温度を、高温でたくさん溶けて低温で再結晶させてとか、そういうのはうまくいきません。それからあとまあ関連としましては、氷に加えると環剤を作ることができます。まあ、パーセントにもよりますけど、マイナス20度以下ぐらいまで下げることができます。それからこれもちょっと生物の方になりますかね、生理食塩水、これ 0.9% がの食塩水が生理食塩水になって、これが体液とほぼ等状になります。はい、では次に水酸化ナトリウムについて、説明していきたいと思います。水酸化ナトリウムは別名化成ソーダというんですけども、化成ってこんな字を書くんですね。でこれは外見は米粒状の固体になります。白い米粒状の固体なんです。これはまあご存知のように水に溶かして水酸化ナトリウム水溶液にします。これは強塩基の代表になります。でこの取扱い上の注意なんですけれども、皮膚を侵しますので触らないようにしてください。でこのことは腐食性だとか、それは化成ソーダの化成ですね、化成っていうのは皮膚をただれさせると、そんな意味があるんです。でこれはですね、水酸化ナトリウムがタンパク質を溶かす、特に濃いものですよね、濃い溶液は危ないです。で手に間違ってついてしまうとヌルヌルする感じがあります。でこれ濃い液が目に入ると失明する可能性もあるの で実は強酸と同じぐらい強塩基は怖いと思ってください。でちょっと違うのはですね、痛みがそこらほど強くないんですね。酸が手につくと、まあ、痛くてすぐに手を洗おうという気になるんですけれども、ちょっと痛みが、ね、鈍いのでちょっと違和感はあるんですけど、あ、ヌルヌルしてるなと、なんか放置しても我慢できそうな気がするんですけど、もうどんどんタンパク質が溶けてますから、もうすぐに大量の水で洗ってください。でそれから水酸化ナトリウムは CO2 を吸収することができます。その時には炭酸ナトリウムになります。それから水酸化ナトリウムといいますと潮解ですね、潮解現象。潮解という現象は何かっていうと、空気中の水分を吸収して水溶液になってですね、ドロドロの状態になることを潮解と言います。ですからこう水酸化ナトリウムは測り取るときにもたもたしてますと、どんどん重くなっていくんですね。どんどん水分吸収してますから、のんびりのんびり漂流してますと、どんどんなんか重くなると、やっぱり素早くやらなきゃいけないなというのがあります。それから製法としましては、これはイオン交換膜法ということで、まあ、原理としましては水酸化ナトリウム、塩化ナトリウムの電気分解ですね。で純度を上げるために陽イオン交換膜を使ったりしています。で用途とし工業的な用途としましては、石油の精製に使われていたり、石鹸作りに使われていたり、それ紙とか繊維、作るときに使われていたりします。で、工場のちょっと動画とか自分で作ることできませんので、ちょっと探してきたので、また URL を説明のところに貼っときますので、ぜひこれも見てください。工場も見るとイメージつくと思います。食塩を作る工場と水酸化ナトリウムですね、水酸化ナトリウムはこのイオン交換膜法です。これやってる工場の動画見つけましたので、 URL 貼り付けておきますので、またこれもぜひご覧になってください。次に水酸化カリウムを説明します。これもナトリウムとよく似ていて、白色粒状の固体、米粒みたいなやつ、これも同じなんですよね。それから水によく溶けて、これも強塩基です。強塩基になる、この辺は共通で、これは化成カリと、ね、言われてるやつです。でも水酸化ナトリウムと水酸化カリウムね、共通点も多いんですけど、まあ、若干違いがあって、そこのところをちょっと実験してみますので、実験の動画の先にご覧ください。
はい、動画の方見ていただきました。この辺りの、ね、外見とか水に溶かした時のことなんですけどね、この違いと言いますと、実は水酸化カリウムの方がですね、水酸化ナトリウムよりもより水に溶けやすいです。溶ける量が多いんです。ですので配管が詰まった場合、髪の毛とかそういうので詰まった場合に洗浄するのには水酸化ナトリウムよりも KOH、 水酸化カリウムの方が適しています。それから実験の方でご覧いただいたように、エタノールに、まあ、NaOH も溶けるんですけれども、 KOH の方がより溶けやすいので、液体石鹸、リキッドの石鹸作ったりするときには KOH の方を使われます。それから水に溶けやすくてエタノールにつけやすくて、こちらの方がちょっとパワーが強いんですね。その分腐食性も強いので、水酸化ナトリウムをより危険にした薬品になるので、取り扱う場合にはより注意をしてください。